さあ追いつくのか小島武雄、それとも逃げ切るか金子。まあ前原あたりもね、途中テンパイが入ってるけど簡単に上がってもっていうところがあって大変ですね。だから前原さんはやっぱりトータルで金子さえ上行かなきゃいけないっていうのがあるはずなんで、そこいろいろ計算したかもしれませんね。逆に言うと前原君は小島さんにトップにしたいっていうのもあるんですかね。ああそうだ、そういうことですよ、うん、そうなんだ。ああ、じゃあそうです、なるほど、局面長引かせて小島がリする分にはいいわけですね。だってやっぱりね、トップ賞は丘が入りますんで、まず手を先生にトップ取ってもらって、それで金子さんとの点差勝負ですね。なるほど ね、はい、だから一番真矢さん、ね、願ってるのは金子さんが小島先生に打って、うん、点数を下げた上でトップからは打ちて、なるほどなるほど、考えてますね。こういうことを考えながらやらなくちゃいけないわけですね。いやいや、もうここまで来るとそうなんですよ、ね、はい、特にあの先生の今シーズン大活躍で、はい、ボーダーが本当にもう読めないぐらい、通常は大体プラマイゼロがボーダーになるんですよ、8人中4人なんで、本当読めないんで今シリーズは。しかしまた金子いい手です ね、金子さんは逃げなきゃいけない。森山はこれ大変ですね。国士無双狙いか、まあそうですね。あ、先生がこれは一色手か。一色手もあるし二差しもあるんですか、これ、ドラーリアンソですよね。ドラリアンソです、はい、ドラリアンソ持ってきたらそっちの方行くですね。だからもう一丁マンズ引いてきたら、うん、そうですね、うん、当然そうですね。前原はリアンピン重なりました。先生 E1 級をあんこにすれば中連まであります。おお、そんなバカ、おら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 、おほらね、これはちょっと色めき立ちますよ、はい。あ、泣くの？動く？あ、動いた。いやでも金子も苦しいですよこの形、まあ完全マウンプマンの医者だけど、でもマンズですからね、先生が、まあ、あの上茶でマンズの一色手ですから、うん、可能性高いんで、でもこの金子の泣きで金子が3万引くとかなんかあったら、うんうん、変わりますよね。何引く？おお、逆にメンチンイーシャンテン、っていうか中連のイーシャンテン、中連のイーシャンテンだ。いやー、パーワンか9ワン引いたら、あ、でもスーワンも食い取ってる。はあ、9ワンかパーワン、あ、ここにパーワン来た。9ワンかパーワン、場に1枚切れてるのでパーワンはあと2枚。9ワンかパーワン、嘘、どうだ、いた、中連テンパイだ、来た来た、これ何待ち、9ワン、9、ね、ウーワン9ワンの待ち、ウーワン9ワンで、9ワンで中連ですね。嘘でしょ、信じられません。さあどうだ、こんなことあるんだな、やっぱ、これまあ森山さんからはでも出る形じゃないよ、出ない、森山さん出ない、だから9ワンないの、もう1枚、おー、いた、嘘、いた、小島武雄中連ポート、こんなことあるの、あーすげえ、おーやった親の役満48,000、え、こんな、これちょっとこれドラマじゃない、劇画の世界じゃない、いや驚きました、ミスター麻雀。